ミタネーション TV 始まるよ。はいどうも、ミタネ町でローカルタレントを目指して活動中の島田浩です。私たちミタネーションはネットを中心に秋田県ミタネ町のホットな情報を配信しています。食レポからふんどし姿まで何でもやっちゃう島田浩のがっぱり頑張り、ぜひご覧ください。ミタネーション TV。 ちょっと待てー、ふぅー、呼んでか。んなも、いや、とりあえず危ないところだってな。よかったよかった。あ、どうも、ミタネの平和とあなたの未来を守るミタネーダーです。秋田ケーブルテレビの皆さん、お世話になります。ちびっ子のみんな、テレビを見るときは部屋を明るくして離れて見てね。それではミタネーション TV スタート。何？おい、俺だ、軍曹だ。どうやらこれからミタネーション TV が始まるみたいだ。至急救援を頼む。何？来られないだと？仕方ない、俺が行くか。何？このくらいチャッとやってパッとやってちょろいもんさ。ハッ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 。おお、湯が集まった。うわー、寒い寒い。いやー、まずね、今回森竹温泉の源泉を飲みたいっていう話あったじゃん。話をさかのぼると、森竹温泉を使って何かできないのかと考えていた我々ミタネーション一同は、まずは源泉を手に入れようとリサーチ。温泉の管理に詳しいであろうミタネ町の役場に聞いてみたところ、どうやら源泉が引かれているお宅へもらいに行かなくてはならないようなのである。ちょっともらいに行くしかないっていう話があって、引いてみる、どうしようと思って、どうしようと思って、で、あの個人で引いてるっていうか、やっぱり森竹温泉の住宅地で引いてるっていう話広げあるから、あそこら辺の温泉周辺の家っていうことなんだよね、うん、そうそう、うん、あ、知り合いいたわ。マジで？俺の知り合いで、うん、いや、別荘地に住んでるおじさんっていうのがいて、もしかしたらもらえるかもしれない。本当に？ですね、こちらのみつくんのお知り合いのご自宅で源泉が流れているということなんで、もらいに行きたいと思います。ごめんください、ごめんください。大丈夫ですか？はい。あ、どうも、私ミタネイターの島田浩と申します、はい、こちらでご紹介で、はい、源泉をいただけるということで、はい、まあ、言ったんですが、大丈夫でしょうか？はい、結構ですよ。はい、どうぞ。オッケー。こちらの石井さんは森竹温泉近くにお宅を持ち、お風呂場には源泉が引かれているそうだ。まずは見せてもらうことに。おーっと、これはでかい。素晴らしい。これ普通のお風呂よりすごいでかいですね。そうですか。まあ、ちょっと温泉場だから余裕あってね、ゆったりして作りました。あ、すごいな、本当に。いや、これちょっと温泉出てるのはその蛇口の方ですね。はいはい。これは本当にしょっぱい、しょっぱい温泉。あー、ちょっと自分舐めていきます。森竹温泉本来の泉質を持った源泉をいただけることに。ありがたいね。たっぷりいただきました、本当に。いやー、ありがとうございます、本当に。いやー、お世話になりました。どうもありがとうございます。せっかくおいでいただいたので、はい、温泉一風呂どうですか？本当ですか？はい、どうぞどうぞ。お言葉に甘えて入らせていただきます。今回入らせていただきます。
ありがとうございます、こっちです。なんと源泉をいただけるだけでなく入浴までさせてもらえることに。本当普通の個人客じゃほんと見られない。温度はどうかな。源泉かけ流しなんだから暑くて当然。あ、これ待って、これ何そのみたいじゃない、箱根みたいな、そんなイメージやね。かそうそう、湯もみをしてね。いや、怖い。おぉ、これはいい。でも最高に気持ちいい。極楽、極楽と言わんばかりの温泉。いいなぁ、コウ君。羨ましいよ。ダメよ、いとこ。一度はおいで、どこ。何の歌を歌ってるんだ、コウ君。人ん家で何やってんだ、お前は。ちなみに森竹温泉の源泉は神経痛や内臓系疾患などにいいみたいです。今後これ使って美味しい料理できるかなって思うんですけど、まず大量のお水源泉ゲットしたということで、まず今回はこれにてさよなら、さよなら、さよなら。秋田ケーブルテレビをご覧の皆様こんにちは。私は三種町をこよなく愛し全国に PR することを最大の喜びと感じている通称三種ーターこと三種町長の三浦でございます。三種町は今年誕生10周年です。町の美味しい情報やイベント情報などをこれから1年間皆様にお届けしますので、どうぞご期待ください。ところで三種町というと皆さんは何を連想しますか？そうなんです、なんといっても生産量日本一の純菜ですね。あのプルプルした食感がたまらないですね。5月下旬から出荷が始まります。摘み取り体験もできますから、どうぞおいでください。それから今年はサンドクラフトが始まって20年目になります。早いものです。そういうことで今年のサンドクラフトはこれまでと一味違ってスケールもでっかくなります。打ち上げ花火もございますので、皆さんぜひおいでください。さてミタネーションのメンバー諸君にミッションを与えるのでよく聞いてほしい。ミタネ町の魅力を余すことなく楽しく紹介してもらいたい。諸君の健闘を祈る。みたいなの島根子です。森竹温泉日本一しょっぱいっていうことを皆さん知ってますか？あ、知ってる？知らない。この森竹温泉すごくしょっぱいんで、これでね、今日はね温泉卵も作ります。森竹温泉プロジェクト源泉定食への道卵編。こちらのお宅に卵を入れていただけるということなので、ちょっと行ってみます。今回貴重な卵を譲っていただけるという森田さん宅へ。はい、いらっしゃい。はい、あ、どうも。あ、どうも。私、三種イーターの島田光と申します。はい、今回さん森田さんの、はい、森田さんが卵を譲っていただけるということで、うん、ちょっと言っていただこうと思ってきたんですけれども、はい、森田さんは長年三種町で養鶏場を営まれ、トマトやリンゴなど季節の餌を与え、さらに放し飼いにするという限りなく自然に近い飼育方法でとても質の高い鶏肉や卵を生産しているそうだ。残念ながら養鶏場の営業は終わってしまうが、今後は森竹温泉で源泉かけ流しの貸別荘青山荘で奥さんと共にこの美味しい鶏肉を使った料理などを食べることができるようだよ。これ昨日、この卵も昨日産んだばかりの新鮮な卵。これ卵とでっかい卵と小さい卵を入れられるんです。これがでかいジャンボ、ジャンボ卵、ジャンボ卵で販売して。お父さんっていつもどうやって食べるのが好きですか？一番やっぱり海田ではあれぶっかけご飯が一番美味しいよ。ぶっかけご飯、いや、あれはやっぱり最高に1個やってもほら、シミが2つあるから。えいいか、わー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 、
ほら、おお、ほんと2つなんですね。めったにお目にかからない。ここで食べちゃうのか。これちょっと取れたての卵でいただくなんていいな。サクッとね、混ぜて、サクッと混ぜさせてもらって、このままね、もうこの状態でいいな、これでいいな。俺ちょっと素材の味を楽しむために、島田的には食べたい、食べますよ、食べますよ、これいきます。入ってください。黄身がね、濃厚なんですよ。うん、うまい、うまい。森田さんから卵を譲ってもらいました。これから森田県温泉とのコラボで温泉卵いきます。はい、佐藤さん、はい、もらってきましたよ。どこでもらって、森田さんからの卵、素晴らしい。これからちょっと温泉卵を作りたいと思うので変身しますよ。変身ですね。変身。はい、じゃあ変身したいということで、今日します。温泉卵を作ります。行きましょう。はい。変身もそこそこに。早速前回石井さんからもらった源泉を沸かしてみましょう。ハモニー。島田クッキー。はい、今日は温泉卵。なんかすごい楽しい。美味しくなりよ。もっと入れるかな。あ、もう温泉卵作ります。いきます。投入します。はい、優しくお母さん、あ、全然割れてない。優しく、はい。これは塩味効いてるかな。この二人は終始こんな感じでした。できました。できました。さてこちら温泉卵になってるか。今これからちょっと割ってみます。ちょっと寝るね。ゆで卵、じゃあ、うん、森田さんありがとうございました。ありがとうございます。温泉の味の染み込んでるかな、うん、どうかな、うん、食べてみよう。食べてみましょう、うん、じゃあいただきます。乾杯。どうも、うん、温泉卵とはちょっと違うけど、塩味のついたゆで卵になってるかな。うん、うん、いや、うん、すんごいこれ森田さんの卵の味がするんですよ、うん、これ卵だ、うん、はい、ミタネーション TV。 おう、面白かったですね。面白かったね。全部ひらがなでミタネーション。ここに出てるかな。出てるよ、出てるよ。ここに、あ、検索してみてください。はい、ね、そこには僕たちさらにディープな活動が見れることでしょう。おいよ、おいよ、おいよ。ところで本編には出てこないミタネーダーの説明をさせていただきます。ミタネーダーはみんなのこう心、思いで生まれ、ちょっと待って、ちょっと待って、今日ちょっと時間もうないんで、ちょっと今回は違います。お願い、限界チュルチュル、また見てね。どうぞ。